は嘘でスパイ容疑で銃殺だってことを聞いたんですよ。それは妹、この時彼女は兄がなぜ銃殺されたのかについては触れなかった。上の人たちと通貨の人がいるんですよ。それから3年経った今、彼女は新たな衝撃の事実を語ってくれた。兄を銃殺に追い込むきっかけとなったのは、彼女が北朝鮮からやってきた大物スパイと同居したことだったのだ。さらに驚いたことに、このスパイシン・ガンスは後に大阪に住む日本人を自らの手で宮崎の海岸から北朝鮮へ誘拐拉致していたのだった。犯行には在日朝鮮人も加わっていた。その共犯とされた一人が韓国の刑務所を出ていた。原忠明さんという日本人のね、聞かせてください。分かんない。あの原忠明さんのね、生死が未だに分からないんですよ。すみません、聞いたら分かるし、私は利用されただけで、もしまずついていっただけです。裁判の言ったことみんな本当なんですね。本当でいいですね。はい。北朝鮮から放たれた韓国に対する謀略や情報などの工作活動、いわゆる台南工作が日本を中継基地として行われていた。韓国での裁判記録によると、パクさんが共に暮らしたスパイは特殊工作船で日本海を横断し、夜人気のない海岸から波間に身を隠すように上陸を繰り返していたのだった。こうした台南工作はこの事件だけにとどまらない。そして在日朝鮮人のみならず、日本人をも残酷に巻き込んでいたのである。私ら住んで、この家当時と変わってます？変わってない。ちょっと剥げちゃってるけど、元は綺麗に塗ったりして、パク・チュンソンさんは1973年から3年の間、この家で北朝鮮工作員シン・ガンスと同居していた。今は京都で一人暮らし、パートの派遣店員などをして生活している。本当に懐かしいですわ、子供たちとここでずっと暮らしたからね。シン・ガンスは1973年、能登半島の猿山灯台付近から日本に潜入。特殊工作船で沖合数百メートルまで運ばれた後、ボムボートで人を忍んで上陸したのだった。後に韓国で逮捕され有罪判決を受けることになる。その裁判記録によると、シン・ガンスはまず大阪市生野区の在日朝鮮人女性の家へ直行した。サンダルの製造業をしていた当時50代のその女性とは個人的には何のつながりもなかった。ただ彼女の息子が北朝鮮への帰国者だった。シンは持参したその息子の写真を見せて自らの正体を告げ、強引にその女性の家の2階に身を隠した。北朝鮮にいる息子が人質として利用されたことがうかがえる。その後も同じような手口で協力者を作りながら大阪から東京へ移っていった。この頃彼女は千葉県内の小さな会社の従業員寮で住み込みのまかないふをしていた。夫と別居し3人の子供を連れての新しい生活を始めたばかりだった。
10月、子供の運動会に来ていたパクさんはこの小学校で兄の知人に出会う。あ、しばらくだねって、で元気にどうしてここにいるんだって、それで京都からこっちへ引っ越してきたって言ったんですよね。そしたら、あ、そうって、それでまあ自分の家も遊びに来いよっつって名刺をくれて、でそこからしばらく少しして池袋に遊びに行ったんですよね。そこでパクさんはシンガンスに出会ったのである。この時は世間話をして別れた。ただ彼女は自分がどの辺りに住んでいるかを口にしていた。その1週間後、思いもよらないことが起きる。パクさんをどの辺りで待ってたんですか、待ち受けたんですか。この辺です。ここで待ってました。ここ で私がこう出てきて、ここでパッタリ私が立ったの、うん、パッと振り返ってここにいたの、うん、で向こうは何て声かけたんですか。あ、チュンソンって言った、チュンソンって呼んだからパッと振り返ったらここに立ってた、うん、どうしてここにいんのって言ったら、いや、あなた探しに来たって言ってました。私をね、会いに来たと。よくわかりましたねって言ったら、行徳って聞いたからって言って、じゃあシンガンスはこの駅で1週間毎日パクさんを待ち合わせていたのだった。喫茶店で話そうというパクさんに、シンはどうしてもあなたの住んでいるところに行きたいと言い、人目を避けるように従業員寮へ上がり込んだ。この寮のまかないをしながら、給料いくらもらってんのって言うから、まあ家族全部食べさせてもらって6万ほどもらってると。で実は自分もなんか商売をね、北海道から出てきて商売をしたいんだけど、あの一緒に、まあ、下宿をさせてくれないかと。一軒家借りるから一緒に暮らさないかと、ちょっとまああの面倒見てほしいみたいなこと言うから、びっくりして、それ冗談でしょって言ってそうですかって。でもう子供が帰ってくる頃だからね、6時だから、じゃあまたっていうわけで駅まで送っていったんですよね。その後もシンは毎日のように寮にパクさんを訪ねては、自分は妻を亡くし子供もいない、生活費を出すから一戸建ての家をあなたが借りてそこに住まわせてくれと必要に迫った。あの頃はもう本当にあの嫌な旦那から解放されてここへ来て幸せだなと思ってたから、あんまりそんなの考えなかったしね。あ、いい人が現れたんだなと思ってたんですよ、ね、年もまだ37ですかねぐらいだったから、あの素敵な男性、あの男の人が現れたなと思ったぐらいで、何もそんな疑いもなし、何にも思わなかったです。なんですけど、これはあのシンガンスがただ一つ彼女の手元に残していったものがある。でこれだけがシンさんの持ち物なんですけど、それは短波放送も聞ける、当時としては性能のいいものだった。2階上がってて、なんかおやつ食べますかって言うと、上がっていくとそれやってました。だから毎晩聞いてましたよね、私もちょこちょこと習慣になって上がっていくと。シンガンスは毎晩聞いた、毎晩聞いてました。ラジオが数字を言って、その数字を書いてましたね、帳面に。で何書いてんだよってパッと見たら、こう番号が書かれてんですよね。なんかよくあんなのって見たことなかったですよね。だからなんだろうなと思ってね、まあ、聞きもしないし、あまりそんなこといちいち言わなかったんですけど。なんでその聞かなかったんですか。いやちょっとね、なんとなく聞くのも失礼かなと思って、でも何かやってんだろうなと思いましたよね、その時。シンガンスは北朝鮮から送られてくる指令に従い、大阪と東京を中心に国内を行き来しては、自分の手足となる在日朝鮮人を確実に増やしていった。そして日本や韓国の軍事情報を集めていった。同居生活から3年経った76年夏、シンガンスは突然外国へ行くとパクさんに言い残して姿を消す。1ヶ月後、シンから手紙が届いた。ロ・ジェヨルという偽名で書かれていた住所は北朝鮮の平壌だった。彼は同居生活を始めた時、生活費としてパクさんに預けていた200万円をある人物のところへ持っていけと指示してきたのだった。しかしパクさんはその金を知り合いに貸していたため、手元にはなかった。そこで彼女は平壌に住む姉アンボクさんに一通の手紙をしたためた。彼は1963年、妻と子供たちと共に北朝鮮へ渡った。59年の第一線を皮切りに北朝鮮へ渡った帰国者はおよそ10万人。彼らは地上の楽園と宣伝された国家の建設に熱い希望と夢を託したのだった。当時の在日韓国朝鮮人はおよそ60万人、実に6人に1人が日本を後にしたのである。パク・アンボクさんはその後平壌放送の日本語アナウンサーをしていた。帰国者の中ではいわばエリートだった。何
紙を出してこの住所をのところに訪ねて行って、お金はすぐよそへ持っていけって言ったけど、そこへは持っていかれないと、よそへ貸しちゃったらその人たちが逃げていってしまったと、返してもらえないと。だ本人に会ってね、兄さんこの人たちに、このロジェロという人に会ってね、お金はすぐそこへ持っていかれないから、お兄さん訪ねて行ってよく言ってくださいねと、そういう手紙をね出したんですよ。その手紙が兄を窮地に追い込んだのである。安北さんが妹に宛てた返事、安北さんは新安さんを訪ねたが留守で会うことはできなかった。ところがこの直後から彼は当局から尾行されるなど監視の対象になった。その後スパイ容疑で逮捕された。しかし日本にいる妹チュンソンさんにはその事実を知る術はなかった。1980年、シンガンスは宮崎県日向市の海岸から再び日本への潜入を果たす。もはやパクさんと同居することはなかった。この時彼は驚くべき指令を平壌で受けていたのだった。日本人を北朝鮮へ拉致せよというものである。ベビースターラーメンにピーナッツが入ったで、ピーナッツにベビースターラーメンが入ったんと違うで、間違うんといてや。ピーナッツが入ったベビースターラーメンおつまみ、間違ったり。過ごしたという。せ友達が訪ねてくるということもまあまあなかったですよ。なんか孤独なお人やなとは思ってましたけどね。割り方こうおとなしいっていうのがね、おとなしすぎてこうなんて口数もつけないしね、うん。原さん愉快のグループは新元素を筆頭に、原さんの雇い主、商工会での彼の上司、それにもう一人新が配下に収めた在日朝鮮人の合わせて4人だった。彼らは原さんにシンガンスらが経営する貿易会社で働いてほしいと巧みに嘘をついて言い寄った。もう部屋はあの人自体が出る言うて解約しはりましたさかいな。本人さんが。原さん自身が。そう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 。本人さん自体がもうちゃんとしてもう解約して、それでなんか仕事が見つかったからって別に仕事を変わるんやっていうことでお出になりましたですよ。うん。4人は転職に同意した原さんにお祝いだと言って宴会を開いた。そして酒に酔った原さんに社長の別荘が宮崎にある。